はいどうも、谷口です。よろしくお願いします。今日は必要条件と十分条件の入り口のような内容になるので、そのつもりで話を聞いてくれるといいかなと思います。まあ、この辺は22項の復習。気になる人はまた22項を見といてください。それでは、今日は必要条件と十分条件について見ていきましょう。 はい。それでは、必要条件と十分条件について。P ならば Q である。この命題が、真である時に限り、真である時に限りだよ。この条件と、この条件に、名前を付けようと。いうふうに思いました。みんなもあれじゃないほら、親しい友達には、あだ名をつけるでしょね。お前は今日から俺のマブダチだ。 頭を上げようと。んジョンソンみたいな感じで友達に名前を付けてあげたりするよねするよねするよねで、この P と Q にも P ならば Q が真の時に限りこの子とこの子に名前を付けてあげようって話になったわけ。いいまずは P 君見るよ。 P ならば、Q が真の時に限り、条件 P には名前が付く。どんな名前を付けるかっていうと、十分条件って名前を付けてあげます。P 君は、十分条件と呼ぶ。これ厳密には、P 君は、Q であるための十分条件という風うに呼びます。 こんな感じ。教科書はきちんとこうやって P は Q であるための十分条件って書いてあると思うんだけれど、日本語がめちゃくちゃ長くなってるから、これ結局何が言いたいかっていうと、この子は十分条件と呼ぶよ。ね。Q であるためのね。っていうことを言ってると思ってください。いい。とにもかくにも P ならば Q が真のとき、この子には名前がつく。十分条件という名前がつくよ。ってことを押さえといてください。いいね。じゃあ次。今度は、 Q 君に着目するね。P 君は脇役。Q 君に着目してね。P ならば Q が真のとき。Q 君には名前を付けることができる。どういう名前が付くかっていうと、必要条件っていう名前が付きます。Q 君は、必要条件と呼ぶよ。 で、何であるためのっていう就職を補っておきましょう。Q 君は P であるための必要条件と呼ぶことにします。いい。とにもかくにも P ならば Q が真の時に限り矢印の先っぽにある条件には名前がつく。必要条件という名前がつくよっていうところを押さえといてください。よろしいでしょうか ま、まあ、とにもかくにも、矢印の P ならば Q が真のとき、矢印の根っこにある人は十分条件。矢印の先っぽにある条件には、必要条件という名前がつくよ、というところを押さえておいてください。でね、ちょチッ見て、見て、見て、見て。みんな、これ何かわかるわかるいや、わかるよね。 これね、ネジ。こう、プラスドライバーに回して、こう、はめ込んでいく、あのネジね。ネジに見えるよね。いいね。大丈夫だねこう。ネジってさ、こっちに進むよね。ああ、問題ないよね。ここ、これ、プラスドライバーを差し込む、あの、穴。でさ、このネジを、こっちから見ると、おお 10!10 10になってるでしょほら !10! 根っこにあるのは、十分条件みたいな思い方があるから、まあ、興味ある人は、覚えておいてね。いい。えっ、ー、と、プラスドライバーイメージした時に、根っこにあるのが10って書いてあるから、矢印の根っこの方には、十分条件とやだ名が付くよ。先っぽは、ね、これちょっと筆には見えないけれども、先っぽは必要条件と呼ぶよ、というふうに思っておいてくれたらいいかなと。とりあえずね、名前を付けるというところを押さえておいて、 ください。それでは問題入っていくことにしましょう。さあ、では問題24.1。これを見ていくことにしましょうか。とりあえず今日は必要条件と十分条件という用語に頑張って慣れていってね。問題24.1はどういう問題かっていうと、次の文中の四角に当てはまるものを下の1から4のうちから選べという問題です。 まあこうやって3問問題があるんだけれど、順番に1番から見ていくことにしましょう。まずカッコ1。カッコ1はこんな感じ。X 小なり5であることは、マイナス1小なり X 小なり1であるためのホニャララであると。ここに入るものを、ここから選ぶわけだよね。で、まあこういうものを見たときに、まず何をするといいかっていうと、誰に名前をつけたいのか。 ってことを最初考えるようにしてね。で、ポイントは、死語に着目しようというところ。誰に名前をつけたいのか。そこが大切だからね。今回は、この文章の死語は、ここだよね。書いとこうかなだか。わーとかあったら、ここの部分が死語なんでしょ ?X 小内語であることをわーってあるんで、 この条件に僕たちは名前をつけたいわけだね。よろしいでしょうか。で、このことを踏まえて黒板で問題を見ていこうと思います。じゃあ24.1いきます。主語に着目。誰に名前をつけたいかっていうことをちょっと意識してね。で、今回名前をつけたいのは、X 小なり5。この子に名前をつけたいんだよね。こういう時は、 最初だから丁寧にいくね。このような二つの命題を考えます。x 小なり5ならば、脇役の方だね。マイナス1小なり、x 小なり1。もう一個は、主役と脇役がひっくり返った命題ね。マイナス1小なり、x 小なり1ならば、x 小なり5。このような二つの命題を考えます。で、ちょっと考えましょう。 くす小内5ならば、絶対に、絶対に、マイナス1と1の間の数と言えるんですか言えないよね。ダメな例があるね。一応書いとく。ダメな例を判例と言ったよね。判例は、うーんと、 5より小さいならば絶対にこの間の数である。x が4とかだったら入らないよね。だから判例は x イコール4になります。さっきこういうこと言ったでしょ ?p ならば q が真の時に限りこの子には名前を付けることができる。十分条件という名前が付けれるんだけれど、今回これならばこれが偽だったので、この子は 十分条件とは呼べないということになります。いいね。で、次。マイナス1小なり X 小なり1ならば絶対に5より小さい。X は5より小さい数である。これどうマイナス1と1の間の数なら絶対に5より小さい数である。 正しいんじゃないかな、これ。マイナス1と1の間の数って、絶対に5より小さい数だよね。いいよね。これならばこれが真のとき。僕たちが名前を付けたいのは、この子。こっち見て。ね。p ならば q が真のときに限り、この子には名前がつくんだよね。必要条件という名前がつくのでした。これちょっと必要丸ってかもね。 いいねこのことからこういうことが分かるわけ。x 小なり5は十分条件とは呼べないが必要条件と呼ぶことはできる。ということで答えは2番になります。よろしいでしょうかじゃあ括弧の2やっていくことにしましょう。さあそれでは括弧の2やっていくことにしましょう。 三角形 ABC が正三角形であることは、三角形 ABC が二等辺三角形であるためのホニャララである。ね。ここに入る言葉を1から4から選べという問題です。これも、どの条件に名前を付けたいのかっていうのをきちんと意識してね。今回、名前を付けたいのは、ここだね。これも黒板でやっていきましょうか。で、問題文に条件が2つあって、 三角形 ABC が正三角形であるっていうこの条件と三角形 ABC が二等辺三角形であるっていう条件があるんだよね。僕たちが名前をつけたいのはこっちの条件だね。で、これも括弧1と同じように2つの命題を考えます。こんな感じだね。さっきと同じように順番にこれらが真か偽かを見ていくことにしましょうか。 三角形 ABC が正三角形であるならば、絶対に三角形 ABC は二等辺三角形である。これどう思うちょっとここで補足。二等辺三角形っていうのは、三角形の三辺のうち、少なくとも二つの辺の長さが等しい三角形を二等辺三角形と読みます。いいね。ここがポイントね。 少なくとも二つって言ってるから、三つ等しくてもいいわけだよ。三角形 ABC が正三角形だったら、絶対に二等辺三角形って主張してもいいから、これは真になるよね。ほら。これ見て。ね。P ならば Q が真のときは、P 君には名前を付けることができるわけでしょ条件 A は、 十分条件とと呼ぶことができるってことだねいいねもちろんもちろんこの白い子 B 君には必要条件っていう名前がつくんだけど今回それはどうでもいいこの子は見ない僕たちは A ちゃんだけ見てるわけいいねこの子には十分条件が付くとしてまず1個目はおしまいもう1個これ見ようかこれ慣れてきたらまとめてさこうやってやれるといいけど今日はちょっと分けてやるねじゃあこっち行くよ B ならば A。三角形 ABC が二等辺三角形ならば、絶対に三角形 ABC は正三角形であるっていうのは、間違い。そうだね。ぎだよね。いいね。だってそうでしょ二等辺三角形って、 こういうのも考えられるわけだから、二等辺三角形だったら絶対に正三角形である。これ正三角形じゃないじゃん。ね。ダメでしょだからこれは偽ということになります。いいね。ということは、B ならば A が偽だから、この子は必要条件と呼んではいけないね。必要×って書いとこうか。答えは、十分条件であるが必要条件ではないが正解です。 3番が正解だねそれでは3に入っていきましょうか24.1の3に入る前にちょっとこの話しとくね必要十分条件について P ならば Q が真の時に限り P 君には名前がついたね十分条件という名前がついた十分丸にしとこうかな。 Q ならば P が真のときに、この子には名前がついたね。これは必要条件。という名前がついたね。で、えっと、P ならば Q が真であり、かつ Q ならば P が真であるとき、P 矢印、Q が成り立つというふうに、矢印を使って、このように表現するんだけれど、このとき、 P 君は Q であるための必要条件でもあり十分条件でもあるからちょっと日本語長いから短くして P は Q であるための必要十分条件と呼ぶことにします。いいね。ちょっと書いとこうかな。就職後書いとこう。よいしょっと。P は Q であるための必要十分条件。 つまり何言ってるかっていうと、この子は必要十分条件と呼ぶよということを言ってるわけですね。で、こうなってるときね、条件 P と条件 Q は同値というふうに読みます。P と Q は同値であるっていうふうに言う。で、ちょっとよく混乱してる人いるんだけど、 この必要十分条件っていう用語と同値っていう用語はどういう違いがあるかわかる？これは P 君は必要十分条件ですよってま言ってるんだけれど、同値っていうのは何かっていうと P 君と Q 君の関係だよね。わかるな？なんていうのかなあのあれだえっと A ちゃんと B 君が付き合っているとかってなか言ったりするじゃない？ 付き合っているっていう言葉は、二人の関係を指し示す言葉でしょこの条件とこの条件は同じ条件だってことだから、こういう時 P と Q は同値だよっていうふうに言います。二人の関係性を表す言葉だと思っといてね。この条件とこの条件は同値であるっていうふうに言う。 で、P 君はどんな条件ですかって言ったら、P 君のあだ名あだ名っていうのもちょっと語弊があるけど、P 君は必要十分条件と呼ぶよっていうことで、これはこれで別物だからね。そういうふうにちょっと押さえといてください。いいでしょうか。それでは、カッコの3やっていくことにしましょう。さあ、カッコの3はこういう問題。2x-3 イコール5であることは、x イコール4であるためのホニャララであると。 いうことで、今回は、主語がここなんで、この条件だね。2x-3 イコール5である。この条件は何条件ですかというところが見たいわけだね。これも黒板で見ていくことにしましょうか。さあ、これが最後だからね。僕たちが名前をつけたい条件は、この子だよね。C 君はどのような条件ですかってことが知りたいわけだよね。 今、この 2x-3 イコール5、解くと、移行して2で割るわけだから、解くと x イコール4になるよね。おお一緒やんけ。同じだよね。例によって、2つの命題を考えてみます。c は、 解くと、X イコール4なんでしょ ?X イコール4ならば絶対に、X イコール4になるわけじゃない。真だよね。逆もそうでしょう。X イコール4ならば、これである。真になりそう。C ならば D が真の時に限り、この子には名前が付けれるんだね。十分条件っていう名前が付く。 D ならば C が真であるから、この子には名前が付けれるんだよね。必要条件。という名前が付けれる。必要条件であり、十分条件でもあるってことだから、答えは1番が正解です。いいね。で、まあ、こうやってご丁寧にやってもいいんだけれど、同値変形。まさにさっき出てきたこれだけれど、このように言ってあげてもいいよ。 この条件と、この条件は同値だよね。両辺に同時に3を足してもよかったから、左から右矢印は真だし、右矢印から左矢印も真なんで、同値だと言えます。2で割ろうか。2で割ったものも、左から右、こっちからこっちだね。 こっちからこっちは真だし、逆にこっちからこっちも真ですよね。全部同値変形できてますから、まあ、このように書いてあげることもできます。よろしいでしょうか。最後に、1点、補足説明入れさせてね。前回ね、P ならば Q が真のとき、このとき、P が表す集合を lar P、LargeP。 Q が表す集合を Large Q とするとこのような図が書けるよって話をしたよね。でさ、この図見てちょっと思うことない条件 Q が表す集合の中に条件 P が表す集合がすっぽり入ってるってことでしょ必要条件が表す集合の中に 十分条件が表すす集合がっっぽり入ってるよ、ね、あとあと必要条件から絞り込みみたいな攻め方をする問題が出てきたりするんだけれどそういった問題をやるときにこのイメージを持っておくと理解がしやすくなると思うのでこれはこれで押さえておいてください。よろしいでしょうかはい今日は必要条件と十分条件の2つの用語について見てきました。まずは この2つの用語をきちんと押さえておいてくださいチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いしますお疲れ様でした